はい、今日はですね、1日、Zoom で打ち合わせを何件かしておりました。で、ちょっと新しい仕事をちょっといただけそうなので、それでちょっと新しい案件、ちょっと私も勉強しながらということで、少し、インプット作業もしたりしながら、ちょっと時間が過ぎてしまいました。で、今日夜、会食がありますので、恵比寿の方に行ってきます。久しぶりに恵比寿の方行くな。はい、恵比寿って高級住宅街とかそういう感じなんですかね。なんか聞く話によってそんな感じのイメージです。ちょっと、まだ私ですね、東京来たばっかで、どこが、高級なんていうのかな、こうこの場所はこういうとこだよみたいな、そういうことがちょっとあんまり分かってなくて、まあなんですけど、まあこれから少しずつ東京のことを勉強していこうと思います。それでは、恵比寿の方行ってきます。ちなみに香水はこれなんかレディースのやつですかね、使ってます。はい、会食から帰宅しました。で、今日このまま、ちょっと暑いで、このまま、ちょっとしっかりシャワー浴びて、そこからちょっと今日9時なんですけど、今からズームちょっと打ち合わせをしようと思って、はい、先にちょっと汗めっちゃかいたんでシャワー浴びます。今日今朝なんですけど、朝食最近これ結構食ってますね。フレンチトースト、これ食いながら作業を進めていきたいと思います。はい、で今日の一日は、今日夕方から、渋谷で用事があって、渋谷行ってそのまま、愛知県の方に帰ろうと思って、帰るっていうか一旦戻るっていう感じですね。ちょっと明日、現地で愛知県の方で打ち合わせがあるんで、それやらなきゃいけないんで、今日中に一回帰る戻るという感じの予定です。はい、それではちょっと仕事を進めていきます。終わりました。今日多分35度ぐらいある、爆発ですね。今日ちょっと渋谷までこの後行かなきゃいけないんで、ちょっと外歩かなかったんですね。ちょっと熱中症には気をつけます。ちょっと一旦事務所戻ります。 My name is Beth. What's your name? My name is Keisuke.英語レッスンを終えて、その後ちょっと、ここで作業しましたと。はい、まあ、それで作業それなりにいい感じに切りがついたんで、ちょっと4時から渋谷の方で打ち合わせがあるんで、今2時30分、ちょっと早めに行こうかな。ちょっとね、渋谷とかもあんま行ったことなくて、そうちょっとしか、まあちょっと散策とかも含めてちょっと早めに移動しようかなと思います。ではちょっとこのまま今日渋谷行って打ち合わせして、そのまま愛知県に帰ろうと思いますんで、それでは行ってきます。これで今新幹線で1週間ぐらい愛知県で滞在しました。で今から東京にまた帰るんですけど、ちょっとあんまり撮影してませんでした。なんか現地で打ち合わせしたり、ちょっと地元で結婚式とかいろいろやることがあったんで、そういうのをやってたらなんか1週間過ぎてました。で今から新幹線で東京に向かいます。で朝ごはん食べたんで、今朝の8時半ぐらいなんですけど、出発します。